参考にお願いいいたしまますす <coughs> 日本民間放送連盟、SM、理事の永原でございます私どもは昨年12月20日の理事会で、憲法改正国民投票運動の放送対応に関する基本姿勢を決定しました、また本年3月20日の理事会で、国民投票運動 CM などの取り扱いに関する、交差ガイドラインを決定いたしました。 本日は最初にこの基本姿勢と交差ガイドラインについてご説明申し上げますその上で CM 規制に対する民法連の基本的な考え方についてご説明申し上げますお配りした資料の1が昨年12月20日の理事会で決定しました基本姿勢でございますまず冒頭1ページ目の2段落目で憲法改正が発議された場合には番組と CM を通じて 正確かつ多角的な情報を提供することが放送事業者としての当然の責務であることを改めて確認しております番組特に報道活動に関しましては3段落目で留意すべき民放連放送基準の条文具体的には11条34条47条への留意を強調しております CM につきましては1ページ目の失礼しました 一,一番下の段落でございますが、テレビ、ラジオ CM は生活になくてはならない存在であることをまず訴え、い、その上で2ページ目の最初の段落で、留意すべき放送基準の条文、具体的には89条、101条、97条を列挙して、より慎重な対応が求められることを強調しております。最後のパートは、憲法改正に関する、いわゆる意見広告の扱いに関する言及となります。 これは先生方よくご存知のこととご存じますが国民投票法105条で放送を禁止されているのは憲法改正案に対し賛成または反対の投票をしまたはしないよう勧誘する CM でございますそうしますと直接的な勧誘を示す表現はないけれども憲法改正に関して意見を述べるいわゆる意見広告の形をとる CM は105条は直接的には禁じていないこととなりますしかしながら 投票日前の14日間に憲法改正の意見 CM が放送されれば国民、視聴者が戸惑うのではなかろうかと私どもは考えました105条の趣旨は投票日直前については言論の自由市場で淘汰する時間的な余裕がないので放送を禁止して国民がクールダウンする時間を設定するというものであると理解しております この条文の立法趣旨を踏まえまして、主権者一人一人が冷静な判断を行うための環境整備にも配慮することが、われわれ放送事業者に対する社会的な要請であると考え、いわゆる意見広告の形を取った憲法改正に関する CM なども、投票日前14日間は放送しないことを会員各社に推奨することにした次第であります。なお、独占禁止法との関係から選択肢という表現を用いましたとおり、 最終的には会員各社が自主的に判断することといたしておりますこの決定に対して昨年9月の理事会で決定しました CM 料の自主規制を行わないという方針との関係はどのように整理しているのかと思われる向きもあろうかと思いますのでこの点を補足させていただきますこれは資料の3カラーの図をご覧ください <laughs> 国民投票法は100条で国民の表現の自由を不当に侵害しないよう求めています憲法改正で発議された項目について賛成であれ反対であれそれが広告という表現形態であってもその意思の表明は政治的表現の自由として最大限尊重されなければならないというのが国民投票法の精神であると理解しておりますそのため広告放送に関しましても12年前の立法当時のご議論は 一言で言えば、広告合戦のような事態となっても、それは言論の自由市場で淘汰されるべきであって、安易な広告規制は国民の表現の自由を脅かすという考え方が、自民党、公明党、さらに当時の民主党の法案提出者の一致したお考えであったと理解しております。昨今 資金力の高によって CM 量に違いが出て、それが国民の判断を左右してよいのかという CM 規制論が盛んになっていることは私どもも十分認識しております。しかしながら私どもは事業者団体ですので、現在ある法律、現在あるルールに従って行動することとなります。今回の場合、国民投票法の条文や立法趣旨に沿って判断するということでございます。従いまして、 100条で国民の表現の自由を最大限尊重するよう求めていることを受けて、発議されてから投票日の15日前までの間は、CM 料に特化した自主規制は行わないとしつつ、105条で静かな投票環境を求めていることを受けて、投票日前14日間は、国民投票を勧誘する CM だけでなく、憲法改正に関する意見 CM なども併せて放送しないことを会員各社に推奨するということでありまして、 100条、105条という国民投票法の条文、立法趣旨にかなった対応であるという点で、守備一貫しているものでございます。次に、本年3月20日の理事会で決定した交差ガイドラインについてご説明します。資料の2をご覧ください。1ページ目の放送事業者の責務、ガイドラインの位置づけ、原則、ここまでの記述は、ただいまご説明しました。 基本姿勢で示した内容を改めて確認したもので、ガイドラインの具体的中身は2ページ目の中断にございます適用範囲以降となります。まず適用範囲で憲法改正に関する CM 全般が対象であることを明示しております。次に広告主では、文庫は平等に開かれていることを広告主にきちんと示すことが重要であると考え、カッコ7、カッ8のような表現となっております。 次に3ページ目に移りまして、出演者で括弧、かっこ9は政党、その他の政治活動を行う団体の場合は、原則、党首または団体の代表のみとしております。次の CM 内容も具体的な記述が並んでおりますが、これらの記述は、会員各社が政党スポット、意見広告の CM を取り扱う中で、従来から判断基準としていた内容を明文化したものでございます。 先ほどの広告主の項目で個人の広告は取り扱わないとしているのも出演者の項目で原則投手または団体の代表しか受け付けないとしているのも従来からの判断基準に沿った内容であります以上が昨年12月及び今年3月の理事会で決定した基本姿勢と交差ガイドラインの内容のご説明でございます民放連としましては昨年9月の理事会で CM 料の自主規制は行わないという方針を決定して以来 国民投票運動の放送対応について進めてきた検討作業はこれで一区切りとなります次に CM 規制に対する民放連の基本的な考え方について申し述べたいと思います昨年9月の理事会で CM 料の自主規制は行わないという方針を決定して以来さまざまな場面で自主規制しないなら法規制してよいのかと問われることがございました 12年前、民放令の参考人が番組基準の日常的な運用や、交差ガイドラインの策定を念頭に、放送事業者の自主規制に任せてほしいという趣旨の発言を行っております。こうした考えは、12年前も今も基本的に変わりはございません。私どもは放送法で定め,定められた範囲内で、しっかりと自主規制を行っていく所存ですし、そこに法令による規制を加えることは望ましくないと考えます。 それは放送事業者の表現の自由を侵害する恐れがあるからでございます。放送事業者はメディアですから、メディアに対する行政府や立法府による不当な介入を排除するため、常に自主自立の存在でなければなりません。放送事業者の表現の自由に法令で規制をかける、強化するという動きには常に望ましくない反対であるというのが私どもの一貫した立場でございます。他方で 放送事業者による自主規制では及ばない部分がございます。それが国民の表現の自由に対して、放送法の枠を超えて制約を課すというところでございます。これは国民投票法の精神や100条の条文に反することでございますので、法的な根拠もない中で、放送事業者の勝手な判断で行うわけにまいりませんし、行うべきでもありございません。そのように考えて 昨年9月の理事会ででに特化ししたた自主規制は行わわないいと決定したわけでございます国民投票運動 CM の問題は2つの表現の自由が関係します。1つは放送,放送事業者の表現の自由です。その観点から私どもの自主的な取り組みはぜひ尊重していただきたいですし、そこに法規制をかけることには12年前も今も変わらずに反対であります。もう1つが国民の表現の自由です。 いくら自分たち放送事業者の表現の自由が大事だからといって他、他者の表現の自由をないがしろにしていいはずがございません。ですから、私どもは国民の表現の自由に放送法の枠を超えて、放送事業者独自の判断で規制化をかけることは行わないと決めました。分かりにくくて大変恐縮ですが、2つの表現の自由が関係するための分かりにくさであるとご理解いただければ幸いでございます。 その上で、国民の表現の自由に対する法規制についてでございますが、基本は国会でご議論いただくことでございますけれども、もし私どもの見解を問われたとすれば、これはことは国民の表現の自由に制約を課すという話でございますので、法律で規制することにはやはり極めて慎重であるべきだと私どもは考えます。12年前の国民投票法の立法過程において、具体的には平成18年6月 1>, 1日の衆議院本会議で、当時の民主党憲法調査会長、枝野幸雄先生がこのように発言しております、テレビ、ラジオの広告放送による改正賛成のキャンペーンについて一律に禁止してしまえば、改正賛成だけでなく、改正反対の主張もできなくなり、表現の自由が脅かされます、この考え方に私どもは賛同いたします。 国民の表現の自由を最大限尊重することが議論の大前提え、議論の出発点でなければならないと考えます。そもそも国民投票運動は国民一人一人が萎縮することなく自由に行うことが大原則であり、広告を厳しく規制してしまうと国民投票運動の萎縮、すなわち低投票率の懸念リスクを高める可能性があるというのが12年前の国会のご議論であったと理解しております。広告には 国民投票運動の盛り上がりを下支えする重要な役割があると私どもは考えます少なくとも広告規制と投票率がトレードオフの関係にあることは十分に意識して議論していただきたいと思いますそれでも広告にはさらなる規制が必要で今ある投票日前14日間の放送 CM の禁止だけでは不十分とお考えになる方もおられるかもしれませんしかしそうであればその場合の議論は放送 CM だけを訴状に載せるのではなく 広告全般に対すする議論でなければおかしいと考えます民放連では今年インターネット広告費が地上波テレビの広告費を抜くと予測しておりますテレビ広告費は1975年に新聞広告費を上回って以来40年以上にわたって媒体別広告費で首位の座を占めてまいりましたが今年はついにインターネット広告にその座を譲るというエポックメイキングな年となります にもかかわらず一例に挙げて大変恐縮ですが国民民主党が昨年発表した法案を拝見しますと政党の広告放送を発議期間中すべて禁止するとなっておりますつまり規制の対象はテレビとラジオでありますテレビとラジオの CM は発議期間中すべて禁止しインターネット上の動画 CM は投票日前14日間も含めて規制の対象外であるというご主張ですとこれは広告規制ではなく 広告規規制制にかかりた放送メディアでではころろかとと懸念していいるところでございますその観点から、国会のご議論でも参考になりうるケースをいくつかご紹介させていただきます。まず、タバコメーカーは業界の自主規制によって、テレビ、ラジオだけでなく、インターネットでも銘柄広告を全面自粛しております。 具体的には日本たばこ協会の製造タバコにかかる広告・販売促進活動および放送に関する自主基準という中でテレビ、ラジオ、シネマ、TV ボード、インターネットサイトまたはこれらに類する媒体による製品広告は行わないという規定がございますまた CM 規制の議論ではある特定の団体がすべての放送 CM を買い占めたらどうするのかという仮定のご質問を受けることがございます 70年に及ぶ民間放送の歴史の中で、そのような現象に一度も遭遇しておりませんので、そのような事態になるとは想像しにくいのですが、それでも心配だということでしたら、貸金業の業界では、テレビ CM の月間の上限本数を自主規制してございます。具体的には、日本貸金業協会の貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則というものの中で、各放送エリアにおける放送送料について、 月間100本丸学校15秒1本換算年22時から24時の時間帯の放送数上限は50本とすることという規定がございます広告規制には法令による規制媒体メディアの自主規制そして広告主による自主規制と3種類ございますこのうち法令による規制や媒体の自主規制ですと国民投票法100条との関係すなわち国民の表現の自由の問題が避けて通れません これに対して、広告主の自主性、制、この場合は政党による自主規制ということになるでしょうが、政党自身が自らの取り決めで広告出向を自粛なさる、あるいは出向量を調整なさるというのであれば、国民の表現の自由を脅かす心配はなくなります。以上、CM 規制に対する民放連の基本的な考え方を申し述べさせていただきました。皆様のご議論の参考にしていただけましたら幸いでございます。 以上で参考人のご意見の会陳は終わりました。これより参考人に対する質疑を行います。まず、山花育夫会長代理より審査会を代表して質疑を行った後、委員各議の質疑を行うことといたします。それでは山花育夫。